仮想通貨の取引に税金がかかる4つのタイミング。各個ビットコイン。仮想通貨を売却したとき。仮想通貨で買い物をしたとき。仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき。仮想通貨をマイニングで入手したとき。以上4つが、税金がかかるタイミングです。仮想通貨を売却したとき。仮想通貨を売却したタイミングで、 利益損失が確定し、売却金額が購入金額より高ければ課税の対象となる。例100万円で購入したビットコインを500万円で売却したケース。売却金額500万円引く購入金額100万円で、差額400万円が課税対象となります。 えー、仮想通貨で買い物をしたとき、えー、仮想通貨で支払ったタイミングで利益損失が確定し、決済時の時価が購入金額より高ければ課税の対象になる。例。100万円で購入したビットコインを使って500万円の商品を購入したケース、えー。100万円のビットコインが500万円に値上がりしているケース。えー、商品の代金500万円引く、えー 購入金額100万円、差額400万円が課税対象となります。えー、仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき、仮想通貨と他の仮想通貨を交換したタイミングで、えー、利益損失が確定し、交換時の時価が購入金額より高ければ課税の対象になる。例、100万円で購入したビットコインを使って、えー、500万円分の他の仮想通貨と交換したケース。 100万円のビットコインが500万円に値上がりしているケース。えー、仮想通貨の交換価値、価格500万円、引く、えー、購入金額100万円、差額400万円が課税対象となります。えー、仮想通貨をマイニングで入手したとき、マイニングに参加し、報酬として仮想通貨を受け取った場合には、報酬を受け取ったときの時価からマイニング等に 用した費用を差し引いた金額は課税の対象となります。以上です。